ばんは、みかげです。今日は有楽町駅からアートメイクの、クリニックに今向かってます。17階エレベーター乗ったんで行ってきます。無事にアートメイクしてきました。結構濃いめに入れてもらったんですけども、1週間ぐらいしたら馴染んでもうちょっと自然になると思います。これで化粧しないでいつも入れます。ずっと化粧してないんですよ。もう松江区と眉毛のアートメイクだけで生活してます。以前にコメントでもらったんですけども、好きな映画とかドラマはって聞かれたんですけども、今日ここ来るまでにちょっとターミネーターばっか見ちゃってですね、昔から好きでなかなか動けなくなっちゃって、仕事行く前だったんでちょっと怒られちゃったんですけども、まあトランスフォーマーとかそういうの好きなんですよ。あと海外のドラマでスーパーナチュラルっていうのがあるんですけど、その悪魔の話なんですけども、すごい好きなんですよ。だからまた DVD 借りて全部見直したいんですけどね。割とそういうの好きで、見入っちゃうとどう何もできなくなっちゃうんで、ほどほどにしたいと思います。まあ7時か、そろそろ夕飯の時間だな。なんか美味しそうなのあるかな。すごい綺麗なとこに来たんだけどな、有楽町。ちょっと徘徊してみます。美味しそうなとこあったら入ってみたいと思います